こんにちは、アンナスです。今日は、細い部分のサテンステッチの説明をしようと思います。多分サテンステッチの細い部分ってすごい難しいと思うんですけど、ちょっとしたコツがあるので、それを作品を見ながら説明しようと思います。それでは手元の方にどうぞ。では細い部分をどうやって綺麗に刺していけばいいのかっていう話なんですけど、これはヒヤシンスの刺繍なんですけど、この葉っぱのところは横横に刺していってるんですね。ただちょっと先端が丸いので、横横に刺してもまあちょっと丸に近い感覚で刺せるんで、そんなに尖らせなくていいんで、これはもう横で刺していってるんですけど、この横向きのお花、正面向きと横向きのお花が混ざっていて、この横向きのお花のこの端ですね、なんかこれタコさんウインナーって言われて、あ、確かにタコさんウインナーに見えるなと思ったんですけど、このタコさんウインナーのこの足の部分、ここの先端を上手に刺したいっていうことでちょっと質問を受けたことがあるんですが、まあ、こういうここですね、この部分なので、まあ、ここはサテンステッチでいいです。でちょっと長いところはロング&ショートステッチでこう継ぎ足しながら刺していきますね。じゃあここがサテンステッチ、ここもサテンステッチ、ここもサテンステッチ、ここもサテンステッチになります。でこの部分はどうやって刺すかというと、この辺ぐらいまでサテンステッチがきますね。でここからちょっとずつこう上に上がって刺しながらこう上も埋めていくんですけど、少しずつ向きを変えていきます。でこの時に、左側はできればこうぎゅうぎゅうに詰める、例えば同じ穴までいかないんですけど、まあ、それぐらいこうぎゅうぎゅうに詰めて刺す。で右側は普通にいつも通りサテンステッチ隣隣に刺すっていう感じにすると、ちょっとずつ向きが変わっていくんですね。で最後はこの頂点がとんがってる、一番頂点、糸の端が頂点っていうことになるように調整しながらやっていくんですけど、これは結構出てくるんですよね。少しずつ細くなる図案ってすごいいっぱい出てくると思うんで、結構私はもう横横に刺さずにこうやって斜めにすることによって尖らせるっていう風にしてるんですけど、まあそうじゃない場合もあります。とりあえずちょっとやってみます。なんかサテンステッチが結構ここギリギリまで来ますよね。こうロング&ショートステッチこの辺ぐらいまで来て、でこの頂点をどうするかっていうことで、右は普通に刺す、で左はちょっと糸めくってもいいです。めくってこの下に入れるような感じで刺す。でまた右は普通に刺す、で左はちょっとこうめくってこの下に入れる。あ、糸がねちょっとかぶってるんでね、その図案にの上にちょっとこうふわっと乗っていたりするんで、ちょっとこう押さえながら、だからアウトラインステッチに近い感じですかね。こんな感じでこうやって刺していくと、最終的に頂点が、糸の端が頂点っていうことになります。だからアウトラインステッチの最後みたいな感じですね。でこれをうまくこう混ぜながらやっていくと、まあいっぱい出てくるんで、もう大体私はこの方法でやってます。ちょっとずつ細くする。ただたまにちょっと頑張ってみようかなっていう時は、これ過去の作品なんですけど、これはパッチワークのあれですね、デザインですね。この三角のキルトをいっぱいこう並べて図案を作るっていうデザインがキルトの世界にはあるんですけど、この三角頑張って端まで刺してます。全部横横で刺して、
このちっちゃい点々も最後この点わかります？ちょっと見えづらいんですけど、どれが見えやすいかな、色が濃い方がいいかな、ちっちゃい点々綺麗に頑張って刺してます。だからあの布の目をちょっと拾いつつ、縦糸と横糸があるんで、その糸の目に沿ってこう刺していくとだいぶこの直線が揃うんですけど、そんな感じで、だからね最後1ミリもないですね、 0.5 ミリぐらいまで結構頑張ってこう細くしていってるんですけど、もうこれはねすごい綺麗にできなかったらちょっと糸抜いて戻ってやり直したりとかして、本当に丁寧にやっていきました。なんかこれは結構大変でしたけど、まあ基本的にはもうそのこのやり方をしないで、これだとねかなり大変なので、もうこっちのやり方で十分です。このやり方で十分綺麗に見えるので、要は刺繍っていうのはもうそのシルエット形がしっかり取れてれば、別にこっちのやり方でやろうがこっちのやり方でやろうが、このタコさんウインナーがのシルエットが出てれば、これはそのヒアシンスの横向きのお花っていうことがわかるので、刺しやすい方を取って使って刺繍した方がうまくいくと思います。でもこのパッチワークの場合はすごい記号的だったので、あんまりそういうの入れすぎない方がいいかなと思ってきっちり刺したんですけど、まあ基本的にはもうこれで全部やっていって大丈夫だと思います。ということで、かなりこのちょっとずつ細くするっていうのはいろんな図案で出てくると思うので、やってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。